糖質制限豆腐チーズドレッシングを作ります。絹ごし豆腐 80g、 粉チーズ大さじ2、生クリーム大さじ1、すりおろしにんにく少々、酢大さじ1、塩コショウ適量、マヨネーズ大さじ1、30回ほどブンブン引っ張ったら完成です。